Heart, soul, the traits a samurai must possess. A samurai must seek the truth and fight only for justice. The last pachinko samurai fights for a just cause. ここはヒーローズか。俺、ラストパチンコ侍ここで大張りしてやる。ちょっと待った。あ、メガロガールズのナイト、アスカです。久しぶり。ヒーローズ。そう、メガロースはヒーローズと系列店なんです。まあいっか、まあ勝負しようか。うん、頑張る。今回は負けないから勝負してやるって言ってて。いや今回も私たちが勝ってちゃんとイベントをプロデュースしてもらいます。そうです。そう簡単にはいかん、絶対いかない。ちょっと見てみ、この格好でねえ、侍でしょ。なんかね、立派な侍ですよ。なんかね、ちょっと寒くなったね。刀まで持っちゃってねえ、でもね、はい、毎回そうやって侍の格好してるけど、はい、武士は食わねと高楊枝って言葉知ってる？武士が食えないと全然言えてないよねなんかバカにされてる感がするけど大丈夫？今回も爪楊枝加えてお国に帰ってもらいます。お国に帰る、なんか話がどんどん進んでいくか、うん、話か分かんないけど勝負しよう、行きましょう。負けないから、はい、よし、頑張ります。頑張ります。こう怖っ今回の舞台となるホールはアクセスは JR 東海道線東刈谷駅から。3、5、6、7、8、9、10、徒歩10歩です。近い、すごい近い、えらい近いな本当に近い。今回の対戦台は CR 銀ゲラパラダイス2。銀ゲラモードに入れば 66.6% の継続率だ。ラスパチンコ侍が勝利すればサイン入りの2011年カレンダーを10名様にプレゼント。もし負けたら出玉イベントをプロデュースします。そして今回の対戦者はマイちゃんです。今回こそは買ってみせます。いつの間にこんなベルト作ったんや。これそんな2連勝中だから調子乗ってあかんで。それはこの前は勝利をありがとう。いや今回は僕が勝ってこのベルト奪ってやるからね。そんなことさせない。そうでもないと噂によるとこの番組が終わっちゃうって聞きましたよ。今回も絶対勝つぞ、頑張る。インパラっていうのはね、オカルトがいっぱい仕掛ける台ですよ。で、オカルトといえばトム、だから相性がいいはずです。本当？うん、いやでもなんかいい感じ。リーチが多いです。あ、熱い、超熱いよ。あー、来い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 。わかんない、でもいい出だしがいい。前回より全然いい。前回でひどかったでしょ。全然リーチなかったから。おお、ノーマル。勝った、今日は勝った。よっしゃ、やっぱり。うわー、あ、怖い。頑張れ、いけ。ちょっと見てみ、これ見てみ。持ってますよ。今日は勝った。
まだわかんないよ。単発。でもいいじゃん。お？お、熱い。二回ついたよ。あーっしゃ。あち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 。あ、惜しかったね。これぐらい惜しかったよね。今で当たったらすごかったでしょ。よかったね。ダメだ。マリンちゃん見れてよかったね。マリンちゃん見れて。リーチ。あ、リーチが続いてる。お。あ、出てきた。さっきトムが出てきた。リーチ。熱い熱い。嘘。嘘。開いて開いて開いて。ダメだ。そっちより、やったー、勝ってちゃおうかなと思ってた。あうわ、最悪や。やったー。やば、そこやばいよ、俺。いらない気すんな俺。わあ、またあるんだぞ。これぞ外人パワー。